番パー5。490ぐらい、470ぐらい。短いんですけど、ドローを打っていかないと厳しい。ね、うまっ、完璧。やっとドロー打ってた。よかった。え？やばいな。ショートさんのアドバイスに。これまずいな。うん、アドバイス通り打ったらドローが打てるようになった。これ動画上がったら動画で確認しよう。ちょっと上がってましたちゃんと。あ、見てない。アドバイスしてくれた本人が見てない。これもドローっすか。ドローだね。まあ、フェードいったら OB いっちゃいますもんね、右の。ここの木より右に行っちゃうとちょっと突き抜けちゃうんで。うん、ナイス。まあちょっと左目だけど、まあ全然左ラフぐらいじゃないですか。でも多分フェアウェイでしょ。フェアウェイですか。ああ、俺と同じとこぐらいかな。ナイス。あ、だっす。余裕だね。ああ、いや、ショータイムだわ。ショータイム。やっとショータイムだわ。全部2人じゃないですか。だいたい俺泊まるとき、まあ、勝也さんが来れるときは勝也さん来るみたいな感じですけど、勝也さん忙しいから予定持てないから俺。あ、俺もちょうど直前に呼べるやつじゃなくて、ショータイム。とりあえずこの日開けといてとか言って、その前日に7時40分ティータイム取ったからとか言われて。しかもショータイム早いから、時間がむちゃくちゃ、もう絶対7時台じゃないですか。絶対7時台。うん、187揃ってる。いや、左から。うん、何番。6か7でもやる。6で軽くしようか。はい、6で軽く。ピンはグリーンか。左足下がり。おお、いいね。ドロー。いや、止まれ。あ、でかい。うん、バンカー手前。どう、止まりました今。うん、いいね。いや、ドローいいね。いいわ。いいわ、なんかちゃんと下から入ってるもん。うん、結構簡単な直しだったんだ。それに今まで気づかなかった。164P で。 P？ フライヤー。距離がおかしいでしょ。フライヤーするでしょこれ。俺にいつも距離がアホとか言ってるけど、自分の方がやばいでしょ。フライヤーさせます。はい、させます。してないね、お前。やってるね。お、乗った。乗ったわ。行ったでしょ、フライした。ああ、すげえ。しかもピンハイだわ多分。ああ、てかむしろオーバー。高色の3打目。これはね、むずいね。エッジからグリーンまで下ってるし、エッジからピンまで距離がない。いやー、素晴らしいね。いやー素晴らしい。もうちょっと来たかったけど。これは難しいアプローチでした。よし、俺のは so easy。 164 164フライヤーさせて、ラインはスライス、下りスライス、安全に。うわ、強い。はいはいはい、嘘でしょ。強い。やば。安全に行ったのに。下ってんだこれ。うん、下ってる。知らなかった。長いローバーディーパット、1.5m。1メートル強かな。下り。あのフック。いや。引っ掛けたのかな。うん、最初からまっすぐ。出た。ショートさんのパット距離は同じぐらいですよ。こっちの方が上りで簡単なパットですね。
ナイス、ワンダ、ワンダ、やばさあ負けてるわ、逆転やばいな。でもイーブンでしょ。まあもう悪くないじゃん。悪くないけどねえ、ちょっと負けちゃダメでしょ。なんだろう、3打差あったのね。1打差負けてるからね。いや、行きますよ。ドロー。うん。ドローでね、2回成功してるから。ナイスショー。何？めっちゃいいやん。ちょっとコーチになってもらおうかな。ああ、ショートさんに。もう足向いてる方向が、うん、左の OB クイーンのこっちに。そう。じゃあそこはまだフェードが残ってるってことですね。フェードっていうかスライスが。ああ、じゃあ右に出してちょっと返ってくる程度なんですか。ああ、今ショートさんのでもスイングプレーンはボール飛んだ方向。おお。下が入ってる。練習して直します。うまい。いや完璧だわこれ。乗ったわこれ。いやそれはない。それはない。めっちゃ当たった。354上りで乗ったらすごいよ。でも上りで俺だって280飛んでますよ。50ヤードないです。ああ、300ちょい飛んだ。うまい。でかい。でも上りだからこの距離ぐらいだと止まりそう。うめえ。止まれ。あー、でかい。それでもでかいんだ。しょうがない。まあね、ここパーで抑えれば次のホールまだあるんで。いやいやいや、ラインが全然違うでしょ。上げてるからか分かんないけどめちゃくちゃ止まりますね。ああ、強いかと思った。もう俺も。あ、うまい、うまい。これ入った。ナイスバーディー。うまいね、パターン。うまいな本当に。トータル4アンダー。前半と合わせて。ああ、本当だ。調子いいわ。やっぱゴルフやった方がいいんだな。うまい、ナイス、ナイスパー。2打差はきついな。2アンダーイーブン。調子いいわ。俺はもう、はい、コース内に収まれば。コース内に収まれば370。でもだいぶ打ち下ろしだからワンオンチャレンジかな。これ風がちょっと上げてるからちょっと届かないかもしれない。やばいね。これはこっち。うわ、やべ。バンカーのちょい右。断定打った方がいいな。あれ、うん、打った方がいいっす。これ絶対ドライバーで打つ意味ないと思うんですけど。ないよ。ないっすよね。ないよ。他のクラブで打っていいっすか。まあまあまあ、レイアップタイムゴルフになっちゃうけど。ああ、じゃあいい。レイアップタイムゴルフってな。見たいですね。うん、ね、さすがに今日ちょっと風が。あ、風左からなんだ。俺右からだと思ってたけど、それはミスったわ。し
かも転ってんのかなと思ったらなんかガンフォローかと思ったけど超左から。いやナイスショア。ワンはしないけど。おお、いい感じ。ものすごいいいね。いいね。いいね。アドバイス通りに行ったらいいね。暫定球。俺ドライバーいつも荒れてますもんね。こんなまっすぐ行ったの久しぶりだわ。いや、いいわ。ショータイム様々だわ。だろ？うん。わったらレッスン量まっすぐわ。レッスン量。ああ、うまい。これ超うまい。もっと風。どこ行きました？左のフェアウェイ。左のフェアウェイ。バンカー横。見えるかな、どうか見える。左のバンカーのこの先端。OK。まあ、これで OB だったら、タイの可能性ありますね。ね、現在、2アンダー、尾崎翔太。でも、前半と合わせたら4アンダー。調子、絶好調。1アンダーで4アンダーって調子いいよ。うん、調子いい。翔太さんの、この OB 君の、近辺に行っちゃったんで、もしかしたらないかもしれないですね。コース綺麗ですね。うん、綺麗。芝がすごい綺麗。アメリカでこんな綺麗なのあんまないですよね。まあ高級なとこ。高級な、うん、高級な、すごい高級なとこ行けばあれです。まあでもアメリカのゴルフ場の方が戦略性が高いから、回ってて面白いのはアメリカのコースの方が面白いかもしれないですね。池多いし。うん、池多いし長いし。尋常じゃなくて池多い。しかももっと広いから。あ、まあでも場所によるか、それは、うん、場所による。広いとこだったらもう全ホールドライバーくれるけど、日本はあんま振らしてくれない、うん、あ、まあでもショートさんはいつもドライバーくれる、うん、どこでもどこでも基本的にドライバーいや、俺でもねここのホールだって普通はここに2番アイアンとかまあで刻むんですけど、一番狭いところに落として2人ともここショータイム出るとさ、ドライバー握れってプレッシャーかけられるからさ、だから俺悪いのかな。先行くわ。うん。これは4打目？うん。なかったら。うん、なかったら。うまいね。打ち勝ったら。いいんじゃない？いいね。あれ、ちょっと待って。あ、ごめん。うん、うまい。ナイス。56。はい、56で。うん、これもいいね。これ2チャンスじゃない。え、俺のボール。こっからここなんで入ったんで。もうびっくりの外。違った。結構ガッツリ入ってる。はい。これが俺のバーディーパット。で、これがショートさんのボギーパット。ボギーパット。ボギーパットですね。1打目が、まあ、ギリギリ OB 入っちゃって、ボギーパットですね。これをショートさんが外して、僕が決めると、逆転。かな？逆転だよね。これは重要なパット。どうしようとするの、決めれば負けはなくなる。いや曲がんないのダボった。嘘でしょ。いやー、完璧なパットだった。痛い。まあしょうがないですね。まあでも後半イーブンだけどトータルで2アンダーですよね、うん、悪くないですよ。ナイスプレー。いや完璧なパットだったんだけどな。今狙い通り打った。マジで何でしてないの。いやうわ最悪。お疲れした。あ、イーブンイーブン。イーブンイーブン。
同点。どうします？ありがとうございました。同点だからなしか。なしだな。ああ最悪だ。ありがとうございました。ありがとうございました。